どうもこんにちは。今回なんですがカーベイビーさんの焚き火台、こちらをですねご紹介していきたいなと思います。これね見てわかる通りだいぶねちっちゃいんですよ。かなりコンパクトな感じで、ちょっと中身を見ていってみますね。ちなみにねこれも1回使っちゃってるんですが、中身はこんな感じです。まずねこの折りたたみ式の網、とあと本体ですよね。本体とあと底敷きが2つあります。それとあとはこの足の部分、こんな感じになってます。珍しく爆走してるバイクがいますね。最近はなんか一人で走ってる人が多いですよね、ああやって。とりあえずはこれを組み立てていってみましょうか。組み立て方もねすごく簡単で、まずはこれ足を広げますよね。足を広げてこの本体も広げます。これでですね、あとこの底敷き一番下に置いて炭置き、これも置きます。そしたらこの網ですね、網をこの上に乗っけるんですが、これね、こういう風に乗っけてもいいんですけど、これだとねちょっと安定感がなかったりします。ちょっと乗せづらいっていうかね。なので多分ねこうやって斜めに置くのが一番いいのかなという感じがしてます。これね一度使った後なんであんまり綺麗じゃなくて申し訳ないんですが、この炭置きの下に穴が開いてます。基本的にここから空気が入ってくるんですが、この炭置きでだいたいね8割ぐらいは穴が塞がります。塞がるというか下に来るような感じかな。下からの空気がこう上にどんどん上がっていくということで、燃焼効率も考えられてて、これはちっちゃい焚き火台なんですが結構ね重宝しそうな気がしてます。サイズなんですが 30cm×30cm×20cm という感じになってます。小さめの薪なら大丈夫かなというのと、あと炭、バーベキューをする時の炭ですよね。炭をやる分にはちょうどいいのかなという感じがします。あともしかしたらなんですが、これがね 20cm ぐらいなのでダッチオーブンを乗せるのにちょうどいい焚き火台なのかもしれません。それとね、あとすごくいいなと思ったのがこの足の部分なんですが、以前ピコグリルの偽物って言ったらあれですけど、ピコグリルっぽいものを作った時にここのね足を 3mm で作ったんですね。 3mm で作ったんですが、この足は太さが 5mm あります。で 5mm ある上にこういう風にね連結されてたりとかするので、多分ね今持ってるキャプテンスタッグの焚き火台よりも足に関しては頑丈なんじゃないかなと思います。で、この本体ですね、本体の厚さに関してもペラペラなのかなと思ってたんですが、いわゆる普通の焚き火台の厚さなので何もね問題なく焚き火ができると思います。実際にバーベキューやってみたんですけども、その時もね問題なくできましたからね。だいたい標準的な厚さと言ってもいいんじゃないでしょうか。それと、キャプテンスタッグの焚き火台今持ってますけれども、それとの大きな違いはこれが四角形だということ。焚き火台が四角形なので、こういった網を使う場合は汚れちゃったりとか壊れちゃったりした場合、替えのものが欲しいなと絶対思うんですけれども、そういった場合に100均の網、これが使えます。これはね確か 27cm だったかな。 27cm の網なんですけれども、こうスポッと中に入れますし、やっぱり横にして使ったりもできるので、かなりねここはポイントが高いんじゃないかなと思います。こういった替えの網がすぐ手に入るっていうのもねいいですよね。ということで実際にこれをね使ってみようと思います。上手。できた。次はもう一枚。はい、お願いします。もう一枚です。どこでもいい。この横に置いといて。おお、上手にできた。これに入るかどうかということです。これはニトリの19センチのダッチオーブン。あ、やっぱぴったり入るわ。はい、こんな感じでですね、ニトリの19センチのダッチオーブンであれば問題なくこの中に入ってくれるので、ダッチオーブンの料理もできそうです。はい、ということでですね、今回はバーベイビーさんの焚き火台バーベキューコンロをご紹介しました。一番のメリットとしてはですね、収納するときにサイズがすごくちっちゃくなってくれるので、ソロキャンプに行くときはもちろんなんですけれども、バイクで出かけたりとかいうときに重宝しそうなバーベキューコンロでした。ちなみになんですが、焚き火台の底から地面までだいたいですね、6センチから7センチぐらいは間が空いてます。バーベキューコンロっていうと結構ね、大きめなものが多かったりするので、こういったね、小型のサイズっていうのは1人でキャンプに行ったときとか、少人数でのバーベキューに向いてるような気がします。大きいとやっぱり炭も無駄になってしまうので、そういう意味ではですね、すごくちょうどいい感じの焚き火台であり、バーベキューコンロなんじゃないかなと感じました。物自体もですね、だいぶしっかりしてましたので、こういったバーベキューコンロ、結構使えるんじゃないかなと思います。こちらのバーベキューコンロが気になった方は、説明欄の方に商品の URL を貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは。